しょうがないもんで、うん、ここエアコンのコンセント側も作り替えていい？いいよ。ちょっと怖い、見ちゃうと。あ、そう。マジで。だから電気屋の風上にも置けんで。そう、老眼でね、乱視と両方だもんでさ視力はいいもんで、ね、眼鏡かけたくないだよ、できるだけ。そうそう、眼科行ってね、乱視だって言われても、乱視だけの眼鏡かけるぐらいだったらかけん方がいいもんで、ね、まだ車運転するに困れへんで、ね、ヒューズさ、飛んでるな、うん、そのヒューズ飛んでるのか、切れてるのかもさ、あの、切れてるとこあるじゃん、あれもわからん、よーく見ると。だルーペみたいなの持ってきて、あ、ヒューズ切れてるって、そういう感じだもん。それ配線結構下でトグロ巻いてるな、うん、で何の配線だかわけわからんじゃんね、それ追ってかんとね、うん、配線がキツキツでさ、それでそのところにブレーカーのところに入ってる配線がこう走ってる時にこう揺れて、そう、下へこう、こう引っ張ろう引っ張ろうとするわけだね、簡単に言うと、うん、それで端子が抜けかかってると、うんうん、これこっちはきっちり入ってるけど、こっちこれ抜けかかってた、うん、ほら締めがすごくね、甘い気がする。ああ、わかる。しかもね、うん、下手すりゃ締めてない、これかしめた後残ってないな、これ、こっちは残ってるのに。あ、本当だ。修理して大事に乗るっていうのも大事なことですよ。だから僕の買い物40万キロ持ってくれたんだ。40万キロか、もうちょっとだろうね。このエンジントヨタの名機だね、本当に。ああ。今日もう。エンジンいいね、トヨタ。この 1KZ のベビーゼロワインエンジン。名機だよ、トヨタ。壊れないもんな。うん、エンジンブロックだったら壊れたって聞いたことないもん、ね、補給量が壊れるよ、あのオルタネーターとかさ、あ、まあそういうのね、うん、で自分のもだってエンジンに当たってまだ全然健康だもん、壊れるカラニーだと自力で180キロ出ちゃうもん。ああそうだね、うん、俺のもあっという間にペッと出るのよ。いしょ、じゃあこれでちょっとごめん、ここもね、要はこの隙間に導線が見えてないってことは、ちゃんと入ってなくてかしまってない証拠なんですよ。でこれがちゃんと見えてて、かつかしめてあるんで、うん、これは大丈夫です。こっちは大丈夫、心配だったら、金属部分、うん、追加でかしめておきます。それで間違いないんで、カシミヤとか追加でついて、うん、分かったな。全然分かった。そのまま走ってエアコンなんかつけてる場合じゃねえじゃんね。火が出たなんて。セキュリティ問題、そうだね。これでかしめてないってね。そこ。かしめてないなんて、俺に嫌われる、本当に。うん。いや、よかったよね。だからさ、ちゃんと点検しないとダメだね、やっぱね。黙ってりゃ分からずに、なんて言ってくれたかって言われても、俺は言うよって、ちゃんと。悪いな。結構、会社やってる職人さんの意地あるもん。それだけ残ったもん。じゃあちょっとブレーカー入れて、電圧を取って、OK に直ってなんで。よかった。で、俺電気だけはダメだもんでな。もうちょっと勉強しよう。電気。あのね、ダメならダメで言ってくれた方がいい。うん、あの電気は怖い。怖い。あ、怖い。危ない。怖い。見えないから。それを見えるようなもうこういうもの使ってても僕らだって未だに怖いだけ怖いもんやっぱ。やっぱそうか。まあ、これ、まあ、言い方あるけど、住宅の 100V、200V ならね、
全然いいんだけど、はい、今復旧して101.8 OK なんで、これでじゃあ実際入れて負荷かけた時にどうか、うん、ちょっとネギ入れていいですか、ですよ、ね、さっきの違った入るもんね、入る、あ、すげえ、ここまで効いてる配線自体は、うん、キャッチャーゲート、あの VCP の、うんうん、あの、2つ使ってるもんで、うん、容量的には、あの、33Aぐらいまで電気流して大丈夫なやつだもんで、接続さえしっかりしてれば、配線が途中で焼けることはないです。あの、角立ったものでこうやって線を押さない限り。で、この線は、寄り線だもんで、揺れても中で、素線が切れるってことが少ないので、なしはそれ引っ張られる負担だけなくしてあげるのと、さっきの、まあ、単身直せば、うん、はい、こんな感じです、ありがとうございます。Is it?